バトルスピリッツ少年突破馬神39話から最終話まで見たよ。うん、1クール2クール目あたりの時はね、なんか、馬神のことをなんか、なんかなんちゃって熱血とかまあ言ってたけどね、3クール4クールやっててね、思ったんだよね。馬神の正面突破になんかふさわしい相手がいなかったんだなっていうの。だからね、ここら辺になってからはね、もうなんか回り道ばかりする J の父親とか J とか、あともうなんか分け知り側でニヤニヤするね、謎大人とかがね、どんどん出てきてね、それに対して正面突破をしていって、すごいなんかノリが噛み合うようになった。まあ、ともかく4クール目はね、割と序盤にあるね、まあ、J の父親、ナンバー3と、J、ジャックナイトとのね、連戦がね、かなりね、いい戦いでね、なんだ、J に対して、ね、あ、ジャックナイトに対してね、白のデッキだけじゃなくてね、なんかほぼほぼいろんな色を使う、ほぼほぼいろんな色のなんか、もう強力なマジックとか使うようになった。ジャックナイトに対してね、インビンシブルシールドっていう、白のマジック以外はね、効かなくなる、マジックを使用してね、それで決着がつくっていうのがね、なんか、綺麗なオチだったなっていう。かなりね、チャンピオンシップはね、見どころが多かったね。そっから、思ったのはね、だからその、なんだろうね、大人、もうシリアスなノリになってね、その、大人に対して正面突破をするっていう流れになってくんだけどね。そうなるとね、スイレンがね、全然なんか出番が少なくなってくんだよね。スイレンはね、まあ、ちょくちょく言うけどさ、自分でも正面突破って。ノリが正面突破じゃないからさ、ストライカーとかはさ、エリオットに対して、なんかその、その直、なんか真正面からぶつかって目を覚まさせたりするんだけどね、スイレンはそういう相手全くいなかったんだよ。まあ、そもそもなんか熱血のノリに合わないからさ、どうしてもそこら辺はっていうところがあって。3クール4クール目はもうほぼほぼ見せ場なしだったね、ついで。まあその分ね、J の家族がめちゃくちゃなんか出番増えてね。だからそれに合わせて、なんだろ、馬神と J はね、だいぶ出番が増えてね。もともと J 多かったけど、J も馬神も多かったけど、なんていうか、メインストーリーになんかかなり、ね、重要なポジションになってって。この二人に対してのその描写は十分だと。それ以外は、まあ、日常会のほどとはいかないぐらいの、なんか応援ポジションみたいになっちゃったかなって。だね。まあ、しょうがないところあるのはね、この作品ね、すげえミニマムな世界なんだよ。ほぼほぼ同じ相手と戦うんだよ。なんか奇跡の6人と、あと謎大人たち。もうほぼほぼこれで完結してんだよ。戦う相手。だから何回も何回も同じ相手 と戦うからさ。だから馬神と J 以外は、なんつうか戦う相手はあんまり用意できなかったっていうところはあるな。いわゆる因縁メイト。だから宇宙頂点王カップでね、馬神と J がね、タッグを組んでね、セブン先輩と、スマイル先輩、スマイル先輩じゃない、スマイルとね、戦うんだけど、二人はね、だいぶその、馬神とも J とも、因縁が強いからさ、すごいなんかいい戦いだったと。
やっぱセブン先輩はね強えよ。なんかノリがノリがギャラ面白いけどさ。あの青デッキの青デッキのなんかだるさ、あれをね、J をサポートして、バシンが J をサポートして逆転するっていう流れは本当良かった。で、宇宙超帝王宇宙超帝王の戦いね、最後にね、バシンだけが戦うっていうやつな流れになったんだけどね、もうなんだろうね、チャンピオンシップ決勝戦で終わった後ね、バシンとジェイでタッグで挑むみたいな、から宇宙頂点王の挑戦をね断るみたいな流れだったんだけど、なんか流れ的にもうそのタッグバトルで戦ったから、宇宙頂点王に対してはバシンと一騎打ちっていう感じなんだけど、ね、その時にね、まあチーム正面突破がね、自分の切り札を渡してくるんだけどね。いやだって X レアのスピリット渡されたってさ、シナジーが薄いやんと思ってたんだよね、ずっと。だからね、戦ってる最中さ、序盤っていうか、まあ戦ってる最中さ、なんかいろいろさ出してくるわけなんだよね、みんなの切り札のスピリッツを。ただなんか高い BP で殴るだけじゃんみたいななっちゃってさ、おいおいみたいななって割とこれはバシンのデッキの足引っ張ってんだろうと思ったんだけどね、ジェイだけがね面白いカードを出しててさ、もう絶対絶命の時にね、ジェイが渡したカードサイレントウォールでなんとかなるっていう。なんかみんな X レアのスピリット渡してるのにさ、ジェイだけサイレントウォール渡してるところがさ、なんかほんと合理的な男だよなぁと思っちゃってさ。サイレントウォールめちゃくちゃ強くねって、もうずっと前から思ってたんだけどね。やっぱ強えわ、あれ。だってアタックステップ強制終了だろ。どう考えても一番強いだろ。誰でも入れるべきだろ、サイレントウォール。みんな。これあればなんとかなる面、いくつもあると思うんだけど。まあ、そして、ジークフリーレンでとどめを刺す。最後ら辺は、サイレントウォールからの流れはね、もう完全に、バシンのデッキの流れでね、気持ちよくね、逆転勝利を収めた。だろうね、なんか、めちゃくちゃ強いだってカードがね、ほんといくつか。なんか、ダブルドローは強いだろ、普通に。赤の。あとなんだ、フォースドローだったっけ、なんかオーキド博士みたいな感じでさ、デッキ4枚、デッキから手札を4枚にするまで引くっていうカード。あれでジャックナイト戦で大逆転したわけだけどね。あれもめちゃくちゃ強いよなって。いやー。おもろかった。っていうかなんか、カードバトルが意外と面白かったな、なんか少年突破バシーン見たけど。いやー、特に3クール目からの、なんか、混色デッキに なってからがね、ぐっと面白くなったな、カードバトルは。ただ、1話、完結の話はなくなってし、なんかシリアス寄りになってしまったところがある。それは、それはなんつうか、なんだろう。山場まで、地道に積み重ねていくっていう感じでね。それはそれで、その山場が面白ければね、すべて良しだからね。ほら、ジェイトの決着はめちゃく、一番好きかもしれない、今の。
そう。この作品で一番好きなところだから、ね、まあ、うまくね、やりきったなって思う。ああ、ちょっとなんか、アトスピー面白そうだなと。なんか敵の、うん。なんか相手の単にいろいろ行動できるのが面白そうだなって思っちゃう。俺も、俺がやってたカードゲーム、ヴァンガードだからさ。あんまりなんか、敵のターン中にやることないから。シールドやるしかやることないからさ。なんかちょっと、敵のアタックステップ中にいろんなマジックやるのなんかちょっと憧れる感があるんだよな。いや、面白かった。とりあえず、撃破ダン、ブレイブあたりまではちょっと見てみようかな。